皆さんこんにちは。ゼンキチチャンネルです。マインクラフト前回の続きからやっていきたいと思います。今回は、まずは資材をちょっと集めに行って、それから今この後ろにあるね、拠点をもうちょっと広い拠点にしていきたいかなと思ってます。それではやっていきましょう。それじゃあまずは拠点増築の材料を集めていきます。ちなみに今回からシェーダーというか、影モッド的なリソースパックを適用してみました。これまでと比べて分かりますか？リアルになってますよね。すごくこの水とかの感じもすごい綺麗ですよね。木材たくさん使うので、このままどんどん木を切っていきましょう。はい、それでは材料もある程度たまったんで、増築をやっていきたいと思います。というわけで、とりあえず家が完成しました。まあ、一旦こんな感じで、結構広くできたので、まずはこんなところでいいかなと思います。ちょっと外を見てみますと、出るかな。はい。東風建築ですね。で、外観はこんな感じの真四角4階建て構造になってます。中の方は、まあ、ここにチェストと、あとはまあ作業場みたいな感じで作ってます。中2階に上がって、みんなの寝る場所ですね。3階は、ここは倉庫になってくる予定です。ここにまあチェストを並べるような感じで使おうかなと思います。で、屋上があると。屋上というかまあ。はい。屋上、屋根裏的なところですね。今回も見てくれてありがとうございます。次回はネザーに行ってみたいと思います。それではまた次の動画まで。バイバーイ。